妄想にはかかった記憶も痕跡もあるけれど、風神とかおたふく風とか確かなんてどうだったんだろう。それなりに風とか引いたり、虫歯もあったし、歯病も使ってました。白血病に憧れる不謹慎なガキでした。それでもすくすく育ち、小中高と卒業して、時をの地へと夢抱き、旅立つオイラでした。何の病気になりたかったのかな、何の病気になりたかったのかな。時をの地でオイラはコピーライター目指して奮闘しました。なかなか就職できず、統合失調症という病気になりました。オイラの生活、それゆえの生活習慣、それらが重なり重なって、オイラの脳は狂ってしまいました。何の病気になりたかったのかな、何の病気